今日まずカットからなんですけれども、どういうふうに切ろうかなと思った時に、はい、こんにちは。札幌占い美容室灰山菓子の後藤です。で今日は、いつものごとくパーマですね。ちょっとお時間の方が今日も実はないんですね。ですので今日も1時間のお任せパーマっていう形でちょっとやらさせていただこうかなと思ってます。今回は前髪をちょっと短く切っていいってことだったので、前髪のバンドをちょっと短くパーマをかけて可愛く仕上げていきたいなと思いますね。今日まずカットからなんですけれども、どういう風に切ろうかなと思った時に、モデルさんの雰囲気をちょっと活かしたいなと思うんで、ちょっと毛先に、軽いんですけどちょっとブラントのラインがちょっと入ってるような、ちょっと可愛らしい重さがあるスタイルをちょっと作っていきたいと思います。でもちろん軽さはパーマかけるんで、パーマかけた時に出るボリュームの方は前もってちょっと取っていこうかなと思うんですけれども、そういう感じでちょっとやっていきます。でまず僕いつもやってるんですけど、ここが短くなっちゃうと、ちょっとモード感も入れたいんで、ここを長くしたいんですよね。ですのでモデルさんにちょっと上を向いてもらいます。でなぜ上を向いてもらうかっていうと、これ説明しますと、見えますか、ここの毛を下ろした時にこの状まっすぐの状態で切ります。そうすると少し前上がりになっちゃうんですよね。なのでこういう状態で切っ、すいませんね、こういう状態でこう切って戻した時に前側が長くなる。なんでちょっとモードの質感が出せるんですね。なんでちょっと顔周りを切るときは、顔周りじゃない、レンゲソーを切るときはちょっと上を向いてもらって、表面のここが上から降りてくると、そういうぐらいの方がモード感がちょっと出るんで、より彼女の雰囲気になるんじゃないかなというとは思っています。ですのでちょっと少し上を向いてください。いいですか、この状態でちょっと切りますよ。もうちょっとですね、はい、この状態で切ります。あまりレンゲソー切れないのでちょっとキープしてくださいね。はい、あまりレンゲソーが切れないんで、はい、このような感じで切っていきます。こうすることによって元に戻したときにここの長さが長くなるわけですね。ちょっと今ビデオで切ってるんで長さが合ってんだか合ってないかちょっと分かんないですけど、はい、このような感じでレングス切れます。で今度バックに持っていって切るんですけれども、特にですねこのバックのカットなんですけれども、僕はあんまり重点を置いておりません。あんまり見えないからですね。なので、基本は僕はいつも上からこういうふうに持ってくるんで、自然に持ってきた状態で、切っていきます。つむじの位置から放射状に取っていきますね。でほとんどもう皆さん早期入ってますから、細かく取っていっても結局なんかペラペラになってしまったりとかすることが多いんで、こういうふうにブラントで切っていった方が結構お触りがいいんですね。はい、この辺にまずベースをちょっと作ります。ちょっと簡単ですが、でそれからですけど、もっとここのねイングラの部分を出したいので、ちょっとこれは裏技なんですが、サイドチェンジのちょっと変形版なんですけれども、こうすることによって中のイングラが切れます。ちょっとね、危なそうな気もしますけど、このまま死んじゃうんじゃないかっていう。ここをちょっと切って、いいですか、ここをサイドチェンジさせますね。これはちょっとね実際やっていただかないと分からないと思います。はい、サイドチェンジです。サイドチェンジさせて、よりイングラをここで、作ります。はい、ですね。そしてですね、あとあんまりトップの方段入れたくないなっていう感じがするんで、ここは段のないスタイルでちょっといこうかなと思うんで、
大体トップの、このトップの水平の位置ですね、トップのこの頂点の水平の位置ぐらいまで、エレベーションさせた状態でカットしていきます。これじゃ上げなくていいかなと思ってるんで、大体角度はエレベーションは当時のトップに合わせたエレベーションにしていきます。この時に、まあボックス切りみたいな感じで大丈夫かと思います。ボックス切りって分かりますかね、まっすぐ引き出した感じですね。はい、で今度バックですね、はい、バックを切っていきます。で、これいつも言ってるんですが、あのイヤーとイヤーからイヤーとイヤーを結んだこのベースの毛ですね、これはロングでして、ロングをこのまま継続していくのにすごく必要な重さになります。でここに削ぎ入れてしまうとネープが引っかかってしまったりとかパサついてしまう原因になりますので、ここの重さは比較的いじらない方がいいですね。で、今これからどうするかっていうと、先ほどボックス切りしたところ と、この三つ襟のこのね、イヤーとからイヤーと結んだところを無視してですね、ちょっとつなげていくんですけれども、ここも、頭のてっぺんと、水平の状態でカットしていきます。このような感じですね。はい、このような感じで水平の角度で切っていきます。まあね、ちょっと営業ベースとちょっと若干違うんでね、もうちょっと、細かく切ったりはするんですが、でここからなんですけど、まあ、今使っているのはショーバルタンですね。でこのショーバルタンで、毛をですねちょっと動かしていきながらパーマのイメージをちょっと作っていきながらですね、少し毛先に細かいブラントラインを入れていくんですね。わかりますか？ちょっとよく、ビデオを繰り返して見てくれればわかると思います。今細かくブラントラインをどんどん作ってるのがこれでしょうかね。これがパーマをかけた時の毛先のリッチ感はリアルに出たりとかするわけですよ。なのでこれはあえて、繋がってないって言うのは繋がってないですね。一回ベースを作ってから、でだんだんやっていくと毛先に重さが出てきますので、そこが終わりのゴール地点になります。細い毛があるとダメですね。こっちも重くなったので、はい、で今度こちらやっていきます。はい、こういう細い毛のところを取っていきますね。でこのブラントラインが、後々パーマの毛先がね、重いけど軽い質感、そういうのを出してくれるんですね。で前髪もなんかそういう感じにしようと今回は思ってるんで、ちょっとあえてこういうカットラインに今回はしてます。でこのような感じに毛先を取って、やっていきます。はい、で、まあ、いつもやってるんですが、ここからペンシル使うんですけれども、まあ、ペンシルはまあ、よくね、このスライドカット、こういう風に、してスライドでこう選ぶじゃないですか。そのような感じと一緒なんですけど、自分がどこに入れたいのかっていうのを毛束をちょっとこういう風に見えるところにしましょうか。この辺に、欲しいなっていうところを毛束を動かしてみて、そこでスライドカットする代わりにペンシルで、縦に取っていきます。はい、自分が毛を動かして、ここですね、こうやって、ここだなっていうところを取っていきます。でこれ毛先をあんまり奥まで入れてしまうとパサついてしまう可能性が非常に高いんで、本当にちょっと浮遊感出せるぐらい、毛先から5センチちょっとぐらいだったら入れてもいいと思うんですけど、それ以上入れちゃうと少し、入れすぎなのかなという感じがします。はい、で毛を動かしてみて実際動きがどうなるのか、パンをかけたらどういう風になってくるのかっていうのをイメージしながら、ちょっと入れていきますね。
まあ、おねりさんの方も若干ちょっと軽さも欲しいなっていうことだったんで、でこの時はあのちょっと引きながらねカットしていく感じですね、カットで重さは手でこっちの左手で重さを、把握していきます。あで今度こっちやっていきます。こちらも同様に、耳後ろの重さここがすごくたまりやすいのでこの辺の重さをちょっとこの辺の角度がいいですかね、この辺は少し止まりやすいんでそこをちょっと振りながらやっていきます。だいたいカットは10分ぐらいかなっていう感じですかね。まあ、今日もちょっと1時間パーマなんで若干巻きかなという感じなんですけど、あの本当はねデジコアパーマとか見せたいんですけど時間がちょっと足りなくてですね、まああのまあ、デジコアはあんまり見せたくないっていうのもあるんですけどちょっと時間も若干ないという、まあ、よりあのスピーディーに髪の毛傷ませないでかける方法でちょっとやっていくんで、まあ、デジコアパーマもねまたちょっと僕の方で新しく改良してるんでまた新しく発信できるかなと思います。でこのような感じで、はい、毛束の方は毛先の方の動きが終わりで前髪今度カットしていきますね。前髪の方はこっちから流すのかこっち側で前髪今回パーマかけようと思うんでそのパーマをかけて結構上がると思うんですよね。で眉毛ぐらいが希望だったんでちょっとそこをいつもの持ち方ですね、このショーバルタンの人差し指をここに入れた状態でカットしていくんですけど、で、優しくカットしていきます。で、この3つ入りのところがちょっと今こういう分かんないところはちょっとこうどうしようかなっていう時はですね R2 セニングでぼかしながらこうつなげていきます。あのブランドでつなげちゃうとちょっと危険なのでちょっとまだ今後様子見てみたいなっていう時は、ここのラインに合わせてグーッとえぐっていきます。ちょっとやってみますね。優しく取ってここをえぐっていきます。前に持ってきて、このラインにつなげて、ここをはい、このような感じにつなげていきますね。で顔前にちょっと軽さができました。でここの、こちらも同様にですねここのラインにつなげたところから徐々に、少しこう髪を動かしながら、顔前のところをつなげてカットしていきます。これで顔前のこの辺のラインができました。ここはちょっと分かんないのでT2 セニングあまりそぎがね 8% ぐらいのやつでちょっと縦に入れといて様子見ましょう。もしかしたらすごい束感が出てしまう可能性もありますしちょっとどういう出方になるかわからないので後でちょっと前髪の方はやっていきたいと思うんでちょっと仮でとりあえずやってみます。このような感じですかね。これ縦に今入れてますね。 8% の削ぎなんでほぼ削げないというかあんまり取れないですね。はい、でこのような感じで、とりあえずカット終わったんでここからパーマをかけていきます。この状態から、軟化は進んでいるということですからもうここでスタートですよね。薬剤スタートということはどうするか皆さん分かりますでしょうか。
はい、今日の撮影も、無事終わりました。今日もまた遅くなってしまったんですけれども、今日撮影どうでしたか？楽しかった。本当ですか本当ですか？ありがとうございます。はい、でまた、早むかしのチャンネル、随時アップしていきますので、皆さん見てください。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、では、この辺で終わります。では皆さんまた、どうもありがとうございます。